また風邪か、双葉。もう夏だってのに。これは実験っす。実験？そうっす。夏に備えてパンツを履かないとどれだけ涼しくなるかという。おい。これは効くっすよ。しんちゃんもやってみるっす。やるか。そんなバカなこと。しんちゃん釣れないっす。たくな、あいつは。おい佐藤。なんだ千葉。お前って双葉と仲いいよな。別に、ただの幼馴染っていうか。で、見たことあるのか。何も。双葉のパンツ。お前そんなわけ。って、何やってんだ。この漫画のヒロインのパンツ見えねえかなと思ってさ。頭大丈夫か。冗談だよ。てか学校に漫画持ってくるなよ。そろそろ漫画卒業していやらしい本手に入れなきゃな。ダメだよひとはちゃん、また学校にそんな本持ってきて。もうその手は食わないんだからね。一体何の本。すげえ。どうした。なんでもないぜ。ったく千葉のやつ、パンツなんてそんなに見たいものか。千葉とサンズどこ行くんだ。お願いです、見せてください。見せてくださいって、あいつまさか三女のパンツを。頼む、この通りだ。無理。こんなに頼んでんのに。無理。チラッとでいいから。無理。一日何でも言うこと聞きますから。そんなことはみっちゃんに言って。待ってください、三女さん。佐藤、聞いてたのか。千葉よ、情けないぞ俺は。そんなにまで見たいものなのかよ。ああ見たいね。少しめくれば俺たちの知らない夢の世界が広がってるんだぜ。夢の世界。さっきよ、教室でちょっとだけ見たんだ。マジか、やばいぜ。想像以上のものだった。え、三女だろ。おうよ。そうなのか。人は見かけによらないな。どうしても三女が見せてくれないのなら、力づくで奪い取るしかねえ。奪い取る。やめろ、それは犯罪だ。後で返すから大丈夫だろ。そういう問題じゃねえ。ああもう、こんなに不自由しない真面目っ子の指図は受けねえよ。おい